皆さんこんにちは、キリアです。今日からこちらのクライスタというゲームを始めていこうと思います。こちらのゲーム、シナリオライターが久谷直樹さんという方で、もうそれが決め手でこのゲーム買ったようなものなんですが、おっと、おはようでいいのかな。目が覚めた。あまり無理しないで、自意識をつなぎ止めることに集中して。ほう、誰、それは私のこと、それともあなた自身のこと。私自身、私は思い出せないなら取り戻して、すべてを失ってしまう前に。さあこちら、そしたらこっちの人話しかける。苦しみたくない。これ以上早く楽に。何も感じない。俺は一体、なんだ、死後の世界とかそんな感じ。水、呼吸が、息が、ここはどこ。私は、そしたらこっちに行くか。これは、自分じゃ料理しないくせにハンバーグの椎茸には気づくのかな。細かく刻んで絶対わからないようにしたのに。こんなのセレマだって気づかないよ。ハンバーグでハンバーグ丸ごと残してポテトだけ食べるの、ほんとお姉ちゃんくらいだからね。お姉ちゃん、どんどん進んでいきましょうか。どこから来たのだろう。飛ぶとね、道路がね、すごいスピードでね、迫ってきてね、気がついたら私は何を怖い。これはなんだ。ああ、来たか。呼び出して悪かったな。なんだ、職員室に呼ばれたから緊張してるのか。それとも久しぶりに登校したせいか。まあいい、ご両親のことがあって辛いのはわかるが、もう少し学校に顔を出したらどうだ。高校1年で留年なんてお前だって嫌だろう。なあ、聞いてるのか、旗だ。旗だ、私のこと。それが今動かしてるこの蝶のことか。あれ、今後ろに、なんかついてきてる。これ、あれ、話せない。この蝶には話せない。綺麗だけどどこか切なさのようなものを感じる。ねえ、どういうこと。あいつ言ってた、こうなったのは全部あんたが理由だって。なんで私がこんな目に遭わないといけないの。あんたのせいなんでしょ。助けてよ、レ
は、私の名前はレイ。ハタダレイ。ハタダレイ。ハタダレイ。お、お、ミニスカート。そう、あなたは。ハタダレイ、もう二度と忘れないで。あの、あなたは誰なんですか？え、待って、まだ聞きたいことが。ここ一体どこなんですか？自分の部屋にいただけなのに、なんで私こんな場所で。信じられない。無責任です、そういうの。剣がすごいたくさんありますよね。大きいのと、あと背景の方にも細かい小さな剣が。これ下、あ、これはなんだ、黒。あんまり映すと YouTube に怒られるタイプのものか。あ、なんか人がいた。人じゃない、蝶々がいた。これはまた話せない。後ろからついてくる人、人じゃない蝶。カーテンを開けてもらえますかね。いつもありがとう。景色が見えないと心まで沈んでしまうからね。なんだ、入院患者とかか今の人は。おっと、あなたずっとついてきてますよね。そうですね。頼っても無駄ですよ。何が起こっているのか訳がわからないんですから。私も全く訳がわからない。頼りたいのは私の方です。これは夢？それならそうって言ってください。私、自慢ではないですが体力ないので、歩くのも疲れました。夢なら覚めるまでここにいます。歩けって言うんですか？今ので分かったのか。あなたはどうして私に絡むの？他の蝶とはぐれていいんですか？ちゃん、ん？え、お姉ちゃん、嘘、どうして？お姉ちゃん、未来、もしかして、ん？妹が未来なのか？未来？未来？あなた、未来なの？私は未来。はただ未来。レイお姉ちゃんの妹。おお、未来、どうしてあなたまでこんなところに。わかんない、家にいたはずなんだけど、気づいたらここだったんだ。この二人も死んじゃってるのかな。暗いし誰もいないし、わけわかんないし、スマホないし、あっても私蝶だから使えないし、本当に心細かったんだよ。そんな時お姉ちゃんがいるような気がしてついていったの。やっぱりお姉ちゃんだった。大正解だね。よかった。一人ぼっちは怖いもん。もう大丈夫。もう大丈夫。お姉ちゃんが一緒にいるから。ここが何なのかわからないけど、一緒に抜け出そう。うん。どうしたの？お姉ちゃん、お願いがあるんだけど。小さい頃、私が怖い夢を見て泣いてた時、優しく
手を握ってくれたよね。あの時みたいにギュッてして。選択肢1個だけ。手を握る。ありがとうお姉ちゃん、大好き。これで2人で歩いていけるのか。おお。これ消える。近づくと消える。カメラが近づくと消えるぞ。妹の方は。おっと、本当にここって何なんだろう。こんな景色夢としか思えないけど。夢じゃないよ。だってお姉ちゃんの手すっごくあったかかったもん。途中で飛んでいるあの蝶の話からすると死後の世界っぽい感じですけど。ここに来る前のこと何か覚えてない？家で料理してたことかな。スマホでレシピ調べながらああでもないこうでもないって。ほんと偏食な姉を持つと苦労するよ。主食が芋ってどうなの？そこまで変じゃないと思うけど。でご飯ができたから部屋で引きこもってるポテトイーターレイちゃんを呼ぼうとしたら。おかしな呼び名つけないで。あと私は別に引きこもりでは。気がついたらここにいたの。何があったのかは思い出せないよ。私もそう、自分の部屋にいたことしか覚えてなくて。あと私は部屋の内装が気に入っているから比較的室内にいることを好むというだけで。それを引きこもりって言うんだよお姉ちゃん。そろそろ行こう。ええ。お姉ちゃん、もし何かあってもその時は私の手を掴んで離さないでね。これえ。どっちも一緒じゃないのか。約束する。大丈夫、約束するから。お姉ちゃんが約束破ったことある？そこそこあるかな。だったらもう破らない。行こう。よし、また進んでいきましょうか。うん？なんだこれ？え？遊ぼう、遊ぼうよ、一緒に。あ、なに、これ、ここってこんなのまでいるんですか？未来、走って。うお。道が。未来、あれ、お姉ちゃん。あれとかじゃなくて早く。くっ。え、いきなり、え、どうなんだこれ。未来、未来、未来。涙。未来、未来、約束したのに私、私って何？記憶が曖昧に。私は
からない。真っ白で何も。蝶に戻った。自意識をつなぎ止めて。あ、これ最初の。私は魂の隅々から自分が自分である証をかき集めて、そうすれば私は。そうだ、妹を見つけに行かないと。見つけてもう一度手をつながないと。そう、確固たる自意識があれば、理念が活性化していれば、あなたの理念の具象たる守護者はあなたの救済となる。この紫のは何なんだ。汝の名は何を望む。なんだ。私は畑田レイ。私はレイ、畑田レイ。妹、未来を助けたい。主畑田レイ、我は守護者ヘラクレイトス、汝の心を映す鏡なり。この力の一片、祝福として受け取るがいい。祝福を受け取る。おお。なんだこれは。これって私に戦えってことですか。無視ですか。そうですか。ああ、何か。待ってて、すぐ行くからね。未来。ん？早く未来を探さないと。今のは誰だ。得体の知れない怪物がいる場所に未来を一人置いておけない。おっと、チュートリアル、四角で弱攻撃、三角で強攻撃、×でジャンプ、ジャンプ中に攻撃ボタンで攻撃を行うことが可能。これあれかアクション系なのか、あんまりよく分からずに、ゲーム内容も分からずに買ったんだけど。待って、ちょっと待って。ごめんなさい、邪魔です。おお、アクション苦手なんだよな。大丈夫か。これでどんどん進んでいけばいいのかな。おお、ジャンプできる、ジャンプができる。さあこれ、はよし、なんか手に入れたぞ。なんとかスピリットで、これが全体のマップ。向こうにあの光ってる黄色のところに行けばいいのか。こっちの方か。これ、あ、これさっきの紫の。見てよメフィスちゃん、僕いいもの拾っちゃった。褒めて褒めて褒めて。愛も変わらず落ち着きがないの、フェルス。おつむのネジでも見つかったか。バカだなメフィスちゃんは。頭にネジなんてついてるわけないよ。お主はいつも幸せそうじゃな。それで何を見つけた。じゃーん、新鮮なイデアの結晶だよ。取れたてほやほやほや。ああ、
こんな変国の上層で結晶化するほどのイデアが見つかるとは面白いの。面白いって言えば、さっき感じた気配、彼女だよね。そうじゃな。天国でも悪名高い勇気の姫がこんな場所で何をしておるのか興味はあるの。僕たちも行こうよ。キラッキラの宝物もっと見つかるかも。紫の蝶はこれ、この人たちではないのか。このイデアを生み落とした人間も見つけ出さねばならんの。億劫なことじゃな。でもでも、新しいおもちゃが手に入るかもしれないよ。メフィスちゃんもおもちゃ大好きだよね。僕は好きで好きで好きすぎて、もうどうにかなりそう。先に行くね。はしたないの。わしも嫌いではないかな。大切なイデアを一かけらとはいえ失ったんじゃ。さて、どうなるかな。話がまだ全く見えてこないけど、うっと、あ、これでダッシュができるのか。で、とりあえずここに行ってみるか、調べる。次のマップに移動しますか。はい。お？これは私の部屋。それと私、夢。違う。この世界へ来る直前の記憶。お姉ちゃん。おっと。ご飯持ってきたよ。新作大成功だから冷める前に食べないと一生後悔するよ。この後にさっきの世界に行ってしまったというと。何？未来？どこ？返事して！未来！あら？余分なものまでついてきたのね。え？いいわ、別に。些細なことですもの。何が？そうだ、この女性と出会ってすぐ意識が薄れて。思い出した。お、思い出した。黒いドレスのお姫様みたいな格好の女の人、あの人が私たちをこんな世界に引きずり込んだんだ。許せない。行きます。はは。さあ、まだわからないことだらけですが、こちら先に進んでいってみましょう。あ、これダッシュすると止まっちゃうのか。それならずっと走っ、うおっと。やった、ステイチって。まあ、ここら辺の雑魚敵はそんなに強くないので、まあ大丈夫かな。おっと、未来。あ、ここにいたの。かなり下の方まで落ちた感じでしたけど。姉ちゃん、やっぱり私のこと探しに来てくれたんだ。え、ここ、なんでこの世界に私たちの家そっくりな建物が。お、あら、あなたまた会ったわね。邪魔しないでもらっていいかしら。ど
どうしてこんなことするんですか。あなた一体誰なんですか。私、ここでの名前はアナムネシスよ。アナムネシス。アナムネシスさん、お願いします、私と未来を元の場所に返してください。お願いします、せめて未来だけでも。お姉ちゃん。そうね、いいわよ、解放してあげても。本当ですか、家に返してくれるんですか。何言ってるの。嘘に決まってるじゃん。未来、お姉ちゃんに決定。ほら、まだ喋れるの。自我は薄れてるみたいだけど。お姉ちゃん、お姉ちゃん、逃げて、お願いだから。いや、なんで、なんでこんな。大好きだよ、姉ちゃん。大好きですって。よかったわね、お姉ちゃん。離れて、未来のそばから今すぐ離れろ。絶対に許さない、絶対に。何があってもお前だけはアナムネシス。ああ、ん、なんだこれは。あら、祝福だけじゃなくて守護者も扱えるのね。ああ、前回出てきたあの守護者。制御はできていないみたいだけど、少しは楽しませてね。いきなり戦うのか。行くわよ。ちょっと待って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 、普通に戦っちゃって。なんか出てきた。あとスキルも使ってみましょうか。ここでん、お、私も少しは本気にならないとダメかしら。あら、なんだこの気配。これは予定外ね。いいわ、また会いましょう。逃がさない、未来にひどいことしておいて。もう少し冷静になったら。お、ね、え、ちゃん、黙って、お姉ちゃんって呼ぶな。許さない、絶対。なんだ、闇落ちしそうな感じがするけど。お姉ちゃん、もう大丈夫だから。あの怖い人いなくなったから。許さない、許さない。アナムネシス、二人で帰る方法を探そうね、お姉ちゃん。お姉ちゃん、なんだかおかしいよ。本当に大丈夫なの。そうだ、また手をつないでほしいな、お姉ちゃん。んー、手をつなぐ。え、お姉ちゃんって呼ぶな。あれ、お姉ちゃん、どうして。選択肢が変わったんだけど。未来、私今何を。アナムネ
ネシスを。違う、私そんな、自分で未来を、私違う、そんなことするわけない。だって未来は私の大切な妹で、未来は私のこと大好きって言ってくれた妹、私がそんなこと嫌だ、もうわからない、何もわからない、わかりたくない、知りたくない。涙。私は誰？まさかまさかだね、メフィスちゃん。かの勇気の姫が退けられるとは思わなかったな。姫様負けちゃった、負け負け犬、ワンワン。もっとも彼女も本気ではなかったようじゃがな。あやつの考えることは理解できん。壊れちゃってるんじゃないの？何を言うておる。真っ当な魂によみがえりが果たせるわけなかろう。僕は楽しませてくれるなら何でもいいけど、そんなことよりも見て、すっごい綺麗、キラキラ。俺と比べたら、さっき拾ったのなんてゴミだよ、ゴミ。確かにそうじゃ。これだけ純度が高いイデアを内包している魂はなかなかに稀有じゃな。レイちゃんか。レイちゃん。怖いぞこの人も。僕たちがレイちゃんのこと守ってあげないと。ずっとそばで見ててあげないと。守護者からの祝福を得ているのであれば、代行者足りうる資格はあるな。しかし肝心の守護者にはいびつな印象を受けるのよ。欠陥があるのやもしれない。早く行こう、メフィスちゃん。レイちゃんの魂が消えちゃう。レイちゃんが消えちゃうなんて嫌だよ。シクシク。さて、どれほどのイデアが集まる器かの。ここは？ちょっとまだまだ全然わからないことだらけではありますが、今回はこの辺りで一旦終わりにしましょうか。この畑田レイが大変なことをしてしまいましたが、これからどうなっていくのか全く予想がつかないというか、この世界のことが何にもわからない状態でどうなっていくんだ。この続き、また次回ここから先を読み進めていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。